こんにちは、スペインでサッカー選手してます石田仁です。今ジム終わりでという感じでちょっと自転車やって、まあ、しっかりとハムのところは気をつけたという感じです。で、ね、昨日からチームの、グループでのトレーニングに参加できるようになりました。個人的にはすごく大きな進歩一歩ですね。まあ、2週間約丸々こうリハビリというかね、まあその2週間2試合ともね、試合には負けてしまったという感じですけど、まあこまあ、その2試合で結構残留っていうのはやっぱ難しい状況にはなっていますけど、まあ、今週またアランディーナと試合があります。彼らは下の順位ですけど、まあ、絶対に勝たなきゃいけないのはもちろんだし、この2連敗してる状況で、しっかりと勝ち点3取ってっていう感じには本当にしたいなとやっぱ改めて思ってます。やっぱ、勝ちをね味わいたいし、自分もこのチームが厳しい状況にチームの、ね役に立てなかったことがね本当悔しいので、それを挽回するのもね、今週の試合、今週末のゲームかなとは思ってます。で、まあ、ウィングの怪我のところですけど、まあ、しっかりとリハビリ積んで、正直今、体調はいいです。特に違和感というものもありません。で、昨日実際トレーニングしてでも、まあ、重り持ったりとかやりましたけど、まあ、特にこの違和感もないですし、非常にいい状況かなと思います。気をつけながら今みたいにこうストレッチとかこうもろもろね、気をつけながらやっていく必要はあるかなと思います。まあ、多分この怪我だと本当は3週間ぐらい休まなきゃいけないものだと思うんだけど、普通はね。だけど早くね、コンディションが良くなって痛みも取れたので、もう練習は再開できているので、それはラッキーかなと思うけど、やっぱりだからこそしっかりと気をつけてやるべきことはあると思うから、しっかりと気をつけながらやっていく必要があるかなとは思ってます。まあ、ここ最近本当に、朝から晩までこうスケジュールパンパンで、まあ留学のところ含めて、セレナのところ含めて、またもちろんね自分のサッカーもこのジムのねトレーニングもとうとう含めてね、やってるので、ね、自分が今リラックスできるような時間が取れてるわけじゃないですけど、まあそこは、一個置いといて、しっかり自分のやるべきことをしっかりまずやってね、休むときは、しっかりと、週末ね土曜日は練習もないですし、試合の前日なので、ね、そこでしっかり休めると思うのでね。あと、今自分の調子はいいですし、グランドトレーニングね、グランドのトレーニング、チームメイツと一緒にね、練習ができましたよって報告にはなります。まあ、明日はまた今日もねこれから練習ありますし、木金としっかり練習して、今週末のね試合何度か勝てるように、自分としてもねいい準備、最善の準備して勝ち点3取りたいなと思います。まあ、そんな感じで今日の一言に気にしたいと思います。ではまた。こんにちは、セレナアカデミー代表の石田仁です。スペイン、カンタブリア地方で、プロサッカー選手として活動しております。このセレナアカデミーは町田発、本物を手に入れるためのサッカースクールです。選手のやる気スイッチオン保証します。スペインで現役プロサッカー選手の僕が直接指導します。ヨーロッパの本場でプレーするからこそ分かるノウハウを全力で伝えていきます。グランドトレーニングとオンライントレーニング、グランドでやったものをオンライントレーニングで振り返る最高の環境を整備してます。会場はデルビアトサルパーク。お待ちしてます。